こんにちは、カワポンです。今日は中央大学の文学部の穴子を徹底的に考察します。14個もの専攻があります。めちゃくちゃ迷いますね。今日は偏差値と倍率の観点からの穴子をご紹介します。ただ穴子だからといってその学問に興味がないまま進学するとそれは地獄の4年間を過ごすことになります。ご注意ください。では早速専攻ごとの偏差値を見てみましょう。じゃん。こちらが専攻ごとの偏差値です。高い順番に記載しております。最低が71で最低が65になります。大変開きがある状況ですね。なお学びのパスポートとは2021年度から新設されたコースで、文学部の13個の専攻を横断的に学べるコースになります。全体的な偏差値としてはやはり英語以外の言語系のものが低めになる傾向があります。直近の3年間の倍率はこちらになります。4倍を超えるところは黄色い文字にしています。おおむね3倍前後で推移しています。全体的に倍率は下落傾向にありますね。年度ごとの極端な変動は少ないと言えそうですね。3年間の平均倍率も算出してみました。単純に3年間の倍率を足して3で割った数値になります。学びのパスポートは2年の平均になります。赤枠が平均倍率が2倍台のところになります。全部で6個あります。4倍を超えていたのは学びのパスポートのみで 4.4 倍でした。ではこれらをもとに穴子のおすすめの度合いを出してみました。偏差値が68以上のところはおおむね平均倍率も3倍を超えていますので、基本的におすすめ度合いは×とさせていただきました。ただ英語文学文科専攻は平均倍率が 2.4 倍と低めになりますので△とさせていただきました。偏差値67のところは学びのパスポート以外は全て3倍を切っていますので丸とさせていただきました。あくまで個人的な考察ですので参考程度にしてくださいね。それでは今日は以上になります。ありがとうございました。